はい、じゃあよろしくお願いします。どうも、ハイチです。ね、この絵面で分かる人は分かると思うんですが、今回も30分だけなんですけど、一緒に勉強シリーズ、一緒に勉強しようシリーズやっていこうと思いますので、よかったらお付き合いください。で、少しだけ話をします。ダラダラジオっていう、そのシリーズの動画も撮ってるんですけど、そこでも少し話したように、前、アンケートを取った時にですね、同じ30分でも、その、更新してもらった方が、新しく撮ってもらった方がやる気が出ますっていう方の方が多かったので、しばらく撮れる時に撮っていって、同じ30分だったりするんですけど、アップしていこうと思います。で、状況を見て、やめるかもしれないですし、続けるかもしれないといった感じなんですが、よかったら勉強のお供に使ってみてください。では、今回ね、30分なんですけど、頑張っていきましょう。はい、じゃあ早速始めていきますので、よろしくお願いします。
はい、ということで、すいません、ちょっと長くなっちゃったんですけど、ごめんなさい、俺がちょっとキリよくならなくって、申し訳なかった。はい、ということで30分、お疲れ様でした。冒頭でも話しましたけど、ひとまずね、前回アンケート取った時とか、あと皆さんからいただいてるコメントとか読んでいると、ちょこちょここうやって同じものですけど、取っていくことで、受験生にしても、受験生じゃなくてもね、普段勉強頑張ってるみんなにとって、ちょっとでもやる気になるというか、頑張れるっていう風になるんだったら、取る意義があるのかなと思って、様子を見ながらですけど、コンスタントに続けていこうかなとは思っておりますので、もしよかったら、次回またね、勉強のお供に使ってみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。そして、お疲れ様でした。